マリアンネ・ネブラントとソーポピッツ。マリアンネ・ネブラントとは、ドイツのデザイナー、写真家。バイマルのバウハウスで学び、1927年には、デッサウのバウハウス金工工房の責任者になった。ランプ、灰皿、ティーポットといった、家庭用品のデザインは、現代のインダストリアルデザインを先取りしている言われる。フォトモンタージュ作品も残している。1893年。 ケムニッツの裕福な絵に生まれる。出生名は、マリアンネ・リーベ。1911年から1917年まで、バイマルの大公立美術学校で絵画と彫刻を学ぶ。1919年、ノルウェーの画家エリク・ブラントと結婚、二人でノルウェーとフランスを旅行しながら、絵画を勉強する。1924年、バイマルのバウハウスに入学し、近郊を専攻。 ハンガリー出身の理論家、デザイナーのラースロー、モホリナジに支持する。ほどなく工房のアシスタントになり、さらに1928年には、モホリナジの後継者として、事務取扱いを1年間務め、企業と照明器具など、金属加工品の提携契約をいくつか取り結ぶ。こうした契約は、学校の利益にもなり極めて稀なケースであった。 1929年に、バウハウスを去ると、ベルリンのバルター・グロピウスのスタジオで働き、続いて、ゴータのルーペルバークメトルホアオレンファブリック、GMBHS 社デザイン部の監督を1932年まで続ける。1933年初頭、ナチスドイツが台頭すると、国外に仕事を得ようとしたが、家族を養わなければならなくなり、故郷のケムニッツに戻る。 1939年、画材を得るために仕方なく帝国文化院のメンバーとなる。しかし、国家社会主義ドイツ労働者党には最後まで入党しなかった。ケムニッツには1945年まで留まる。その間、1935年に夫エリックと離婚。第二次世界大戦後は東ドイツで暮らす。1949年から1951年まで、 ドレスデン美術大学で木工、金工、陶芸を1951年から1954年までベルリンの応用美術大学で金工、デザインを教えた。1983年6月18日、ザクセン州キルヒベルクで死去。89歳だった。ブラントのデザインした金属製の灰皿、ティーセット、コーヒーセット、照明器具、 家庭用品などはバイマル及びデッサウのバウハウスの作品でも最良のものの一つと言われている。それらは戦時中に大量生産され現在でも入手可能である。2007年12月のオークションではブラント作のティーポットティーインフューザーモデルナンバー MT49 に36万千ドルの値がついた。バウハウス時代の作品で有名なものには シンプルなデザインながら革新的なプーリー釣り合いを盛り構造でランプの高さを簡単に調節できるアルミニウム製の釣りランプエムリー78バイトがある。ブラントの T セットはモダニズム初期の特徴を有している。装飾よりも形状を優先し近代の大量生産技術に適合しようという明確な意図がある。ブラントは百二十六年から フォトモンタージュも手掛けていて、2005年から2006年にかけて、ベルリンのワウハウスアーカイブ、ハーバード大学、ケンブリッジ、マサチューセッツ、ニューヨークの国際写真センターで、ブラントのフォトモンタージュの開古展が催された。彼女の名前を冠した国際的なコンテスト、マリアンネ・ブラント賞が毎年開催されている。マリアンネ・ブラント。 アイデザイン、2020年2月25日閲覧。釣り、ランプエムリー78バイトの写真があります。ハットエ b ビーハウ・バウハウスワズ・シェイプド・イン・トゥ・グレートネス。インターナショナル・ヘラルド・トリビューン・ハット・ネロ、ジュリー、エンゲージング・マスキアリナティ、ワイマール・ウィメン・アーティストアンド・ザ・ボクサー。ウーマンズ・アート・ジャーナル35。 4047、一瞬0270から7993、J スター24395362、ABC、マリアンヌ・ブラント、バウハウス・コーペラチオン、2020年2月25日、閲覧。Dictionary of Women Artists、ラウトレッジ、P311。 isbn－ 九百七十八から十八億八千四百九十六万四千二百十三アイコンズ・オブ・デザイン・ザ・トゥ・エンティース・センチュリー・アルバス・ボルカー。一九百四十九クラス。レイヤー。ウダム。ジョナサン・ m。ミューニック。プレステル。isbn－ 九百七十八から三十七億九千百三十二万三千六十億四千五百六万六千六百八十一。 マリアンヌ・ヌブラント S カトウッドイメージズクリエイティングカッティングコメンタリーニューヨークタイムズ2020年2月25日閲覧国際交流アギマイナス7マリアンネ・ネブラント賞クワサワデザイン研究所2020年2月25日閲覧ありがとうございます